SYK と書いてサイと言います。どうも、サイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報、復習、考察、小ネタ、感想を中心に扱っているチャンネルです。今回は今も色褪せない傑作 SF 映画バックトゥーザフューチャーシリーズ2作目に登場したものが今どれくらい実現しているのかについて触れていきます。また、バックトゥーザフューチャーシリーズの小ネタ動画も概要欄にリンクを貼っておきますので、それらも合わせてぜひ見てみてください。それでは早速いきましょう。まず一つ目は空飛ぶ車に関して。2015年にタイムスリップした際、マーティが目にしたのは空をまるで道路のように飛行している車でした。また他の SF 映画でも空飛ぶ車は近未来の象徴的な乗り物としてよく登場します。しかし電気自動車や自動操縦の車などは世の中に浸透しつつありますが、バックトゥザフューチャー2作目が公開された1989年から31年経った今でも空飛ぶ車は我々の生活には浸透しておらず、実際どこまで開発が進んでいるのかも把握できていない状況です。空飛ぶ車の事業化や販売は2023年になると言われており、まだまだ遠い未来のことのように思いますが、実は水面下で各国の大手企業やスタートアップがこの事業にすでに着手しているようです。そんな中、つい最近日本で初めて有人飛行試験が開始されました。その試験を2019年12月に着手したのが、スタートアップのスカイドライブという会社です。機体の四隅に8つのプロペラが配置されており、走行と飛行の両立が可能です。また、スカイドライブの車は電動で走行・飛行するため、環境にも優しい作りとなっています。しかし、空飛ぶ車を実用化するとなれば、道路交通法などの改正も必要になってくると思われるので、我々が当たり前のように空飛ぶ車を使うようになるのは、まだしばらく先のことになりそうです。2つ目は、靴紐自動調整スニーカーです。2015年にやってきたマーティがドクから渡されたのは、ナイキのとあるスニーカー。自動で靴紐を結んでくれるこのスニーカーのシーンは、実際は複数人のスタッフが協力することで実現したシーンでした。しかし2016年には実際に自動で靴紐が締まるナイキバッグが世界限定で89足発売されました。デザインも映画で登場したものと同じであり、一部はオークションで出品された際、1100万円で落札されたようです。また2019年には自動で紐を調整する機能を搭載し、さらにはフィット感も調整できるナイキアダプト BB が発売されています。これはスニーカーではなくバスケットシューズで試合の局面に合わせて瞬時に緩めたり締め付けたりができるようです。またスマートフォンとも連動しており、バッテリーの残量やフィット感を調整できるとのこと。そして今年はこのシリーズの第2弾、ナイキアダプト BB2.0 が発売されており、シューズの側面のカラーも変更できるようです。ちなみに Amazon で確認すると10万円以上の値段でした。3つ目はサメ映画です。劇中ではジョーズ19作目のホログラフィック広告が登場しました。では現在、ジョーズシリーズは何作目まであるのでしょうか？簡潔に言うと、ジョーズシリーズは4作品あり、それぞれジョーズ、ジョーズ2、ジョーズ3、ジョーズ87復讐編です。この他にも激流編と虐殺編があるようですが、これは続編としてはカウントされていません。しかし、サメをテーマとした作品はこの他にも数多くあり、最近だとジェイソン・ステイサム主演で巨大ザメメガロドンの恐怖を描いたメグ・ザ・モンスターが2018年に公開されました。そしてこれとは別にコアなファンがついているサメ映画シリーズがあります。それがメガシャークシリーズです。このシリーズは巨大なサメが巨大なワニと戦ったり、ロボットのサメと戦ったり、巨人と戦ったりするという子供の頭の中をそのまま具現化したようなシリーズです。他にもサメの頭が作品ごとに増えていく〇〇ヘッドジョーズシリーズやサメが竜巻に乗って襲ってくるシャークネードシリーズなど万人受けを自ら拒絶したようなシリーズが数多くあります。ちなみに僕もサメとタコが合体したシャークトパスシリーズを1作品見たことがありますが、感想はあえて言いません。4つ目はホバーボードに関して。バックトゥザフューチャーシリーズでもはやおなじみのマーティのスケボーシーンですが、2作目では宙に浮くホバーボードを乗りこなし、ビフたちを撃退していました。そして現実世界でも実は2015年にレクサスがレクサスホバーボードを開発しており、実際にプロスケートボーダーが滑っている映像も YouTube にアップされています。しかしプロ曰く、これまでの普通のスケートボードとは全く別の技術が必要らしく、とにかくバランスを維持するのが難しいとのこと。しかし将来的にはホバーボードがオリンピック種目になる可能性もあるかもしれません。5つ目はスマートグラスに関して。2015年のマクフライ家では子供2人がメガネのようなものをかけ何かに夢中になっていました。劇中では具体的に彼らが何を見ていたのかなどははっきりとは描かれていなかったですが、おそらくこれは現在のウェアラブルデバイスに該当するものだと思われます。ウェアラブルデバイスとは簡単に言えば人が身につけるものに IT 技術を取り入れたものです。例を挙げるとするならば Apple Watch が分かりやすいと思います。本来は時間を把握するという役割しかなかった時計に電話やチャット、歩数計などの機能を取り入れ、スマホをわざわざ取り出す必要もなくなりました。そして今回の焦点はメガネのウェアラブルデバイス、つまりスマートグラスです。実は先月、Apple からスマートグラスの Apple グラスが近々販売されるというリーク情報が出回りました。情報元によればメガネのレンズ部分がディスプレイとなり、自身のジェスチャーで搭載されているいくつかの機能を操作することができるようです。残念ながらカメラ機能はないとのことですが、5万4,000円で販売されるとのことで、世間に公に発表されるのは2021年になるようです。はい、いかがでしたでしょうか。すでに AI スピーカーやスマートウォッチなどが世の中では普通に使われるようになり、描いていた未来に近づきつつあります。そして空飛ぶ車が普通に空を走るようになれば、人々はバックトゥザフューチャーの世界観に追いついたと実感することになると思います。楽しみです。チャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。